これは結構僕らも一番最初にその設計の先生の方が作っていただいた、まあ、あの案を出していただいて、結構それをもらって、もう僕らで2人でも話し合って、やっぱこうの方がいいんじゃないかって、まあ、そこは割と話して時間かけて、先生を向いてここ、こうなりませんかっていうのを何回か怒らさせてもらって、決めたのがありました。最初に一つのパターンが、いや、なんか、まあ、3つぐらいパターンはいただいてて、でも3案ぐらいいただいた中で、まあ、でも現実に考えてもこの、まあ、このパターンのやつかなっていうやつをベースに、あとまあ細かいところ、ここもうちょっとこうなりませんかとか、あとは、そうですね、2階の高さとかも、まあ、1階も含めてすごく少なくしたかったんで、今最初に宿泊体験とかして、あの、あやくらとかも置かれたかなと思うんですけど、あそことかも、廊下とかもちょっとなくて、まあ、いいなと思ってたんで、で、多分最初にいただいた案では2階は多分廊下がまだ何個かあって、それをちょっと極力なくす方向で、その廊下の床下の収納のところを話したか、細かくさせてもらったりして、間取りのところは結構、僕は力を入れたところではありました。